おざいます。えちゃんです。ただいまですね、東京駅に来てまして、これから東海道新幹線のぞみ乗りたいと思います。今から向かいます。ですね、今日はですね、神戸シリーズ、兵庫シリーズになります。一番早いのがですね、のぞみでですね、6時16分。初の、博多行きですねが一番早い電車になるので向かいたいと思います。18番線ですね。18番線の博多行き6時16分行きます。18番線18番線、ちょっといろいろ回りたいと思うんで、今日はですね、今ですね、まさに焦りや禁物っていう形で今転んでしまいました。まあ、完全に焦りや禁物を失敗した形ですね。本当に転びましたわ。3年ぶりに転びました。嘘です。もっと転んでます。のぞみはですね、1番線から1号車から3号車までは自由席なんで、それに乗りたいと思います。今回もすごいタイトなスケジュールになると思いますけども、まあ一泊二日なんですが、楽しんで行っていきたいと思います。で、天気があいにくですね、今日は1月の今日27日なんですけども、月曜日ですね。今からですね、入りたいと思います。博多駅、この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、7号車、15号車、もっと早いの乗れるんですけど、一応ですね、この電車がですね、新神戸行きで、他の6時とかのやつは大阪しか止まんないんで、はい、じゃあ一回ちょっと切ります。
ですね、今新神戸駅着きました。新神戸駅着きました、8時54分ですね。新神戸駅到着しました。ここから、オリックスレンタカー、新神戸店に向かいたいと思います。あいにくやっぱりですね、もう雨降っちゃってきますね。雨がちょっと降り出しちゃってるんで、ちょっと結構厳しい道のりになりそうですが、ちょっとまあさっきちょっと東京駅で転んでしまったんで、ちょっともう気をつけながら歩きたいと思います。新神戸駅です。結構長かったな。東京、品川、横浜、名古屋で、その次が新大阪、あ、京都か、京都、新大阪、それで、新神戸という形でございますね。確かこれ南口なんで、ちょっと待ってたね、南口に行く方なんで、南口、神戸、南口、これで通るか。よいしょ。南口はどっちだ。南口、南口がどこだ。とりあえず通りなきゃいけないかな。南口、エスカレーターで降りるか。ちょっと全く分かんないんで、ここからちょっと普通に電話かけて聞いてみたいと思います。ありがとうございます。一旦切ります。